このアングルで喋る動画をね、見ていただけるとわかるんですけど、最近のってね、最近ちょっと前もそうか。この後ろのクローゼットの縦のラインが結構斜めになってるんですよ。ってことは、こう、斜めになってるね、カメラが。でも、自分を三脚使って、撮ってるので、斜めになるわけがない。なんで斜めになってるんだろうって考えたときに、今、このアングルで撮ってるときって、普段の仕事机とか、まあ、勉強机が、に三脚立ててるんですよ。だから、この机、木の机がですね、歪んでるんですよね。歪んでるというか斜めになってる。うん。実はこの机買ったものではなくって、自分が大きな木を買ってきて、自分で作った手作りの机なんですよね。なので、まあ、湿気とか、あとは自分が体重かけてるからね、普段ね。まあ、それによって、じゃんじゃん、だんだんこう、まっすぐだったのが、こういう感じ。こういうカーブを描いてる。で、多分曲がってるっていう。だから、いつかこれ割れるかなっていう心配をね、最近しているんですが、まあ、今回ね、トークやっていきましょう。はい、それでは改めまして、ハイチでございます。よろしくお願いします。ゴールデンウィークがあと3日で終わります。4、5、6ですね。あと3日で終わるわけですけども、皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。まあ、ゴールデンウィークなんて関係ねえよってぐらい課題が出てる方もいるかもしれないんですけれども、まあ、それなりにゆっくりされてる方も多いと思います。で、長期休暇とまでは言わないんですが、今年のゴールデンウィークは非常に長かったと。で、この長い休みの後っていうのはですね、学校、まあもちろん会社ね、社会人の方は会社もそうですけど、始まるとですね、スイッチが入りにくいんですよね。で、スイッチが入りにくい。ああ、だらだらしたい、休みたいとか、なんかやる気出ねえなとか、いろいろあるわけですけど、まあそんなことを嘆いたとしても、学校の授業は進むわけですよ。ね、会社の仕事はどんどん舞い込んでくるわけです。で、その時に、じゃあ、なあ、やる気出ねえなーって嘆いてるうちに、どん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 周りより遅れてしまうと、ここで遅れるとですね、まあ、ガタガタになるわけですよ。特に学生の方はこれからテストです。ね、今年の学年、新しい学年、最初の定期テストがやってきます。そこでこけるとですね、まあ、いつも言うように最初のテストをこけると、自分はこの学年でこの辺の順位なんだっていう先入観ができるので、そっから覆すのがなかなか難しい。逆に言うと最初のテストで非常にいい点と取れるとですね、あ、このぐらい取れるんだ。じゃあ頑張ってみようっていうやる気のスイッチがね、入りやすいので、ぜひね、このチャンス生かしてほしいわけです。けれど、やる気が出ないという問題が出てきた時に、じゃあそれをね、うまくやる気スイッチ、まあ、メリハリのね、スイッチを入れるためにどうすればいいかっていうと、この3日間ですね、きちんと勉強してください。勉強する。で、この勉強するって時に大事なのが、質とか時間っていうね、そのね、時間をたっぷりやるとか、量をたっぷりやるとかっていうところももちろん大事なんだけど、でも結構ね、ダラダラしてたりとか休んでたりするとなかなか難しいわけよ。ずっとさ、ダラダラしてたのにさ、急にさ、5時間頑張るとか、なかなか難しくない？まあ、できる方はいるかもしれないけど、俺はできないと。で、そうなった時に、時間とか量で決めるんじゃなくて、短くてもいいです。量は少なくてもいいです。とにかく決めた、その量とか時間、決めたものを集中してきちんとやるっていう、その、なんだ、質の部分です。やってる勉強時間の質、携帯見ながらダラダラやるとかじゃなくて、質をきっちりやるっていうところを意識してぜひやってみてください。これ自分は社会人の時の話なんですけど、自分は大学卒業して最初営業マンやってる、営業職ね、をやってたんですよ。みんなの家にこうピンポンって一軒一軒押すね、仕事やってたわけですけど、まあそういうふうに、まあ社会人でね、長期休みってなかなかないんですが、まあ4連休、5連休ってもう十分長いわけですよ、社会人からすると。で、5連休明けとか、これ自分の上司の人によく言われてたんですけど、5連休があったら、その休み明けの2日間は、きちんと練習しろってよく言われてたの。で、自分は新卒で、1年目の社会人だったので、営業マンとしてね、まだまだ全然ダメなわけですよ。で、普通にピンポン押しても喋れないわけ。で、そのために、基本的にこれを喋れよっていうトークが決まってるの。で、それを暗記して、まずは使いこなせるように練習して、で、自分のオリジナルトークに変えていくっていうのをやってたのね。で、その休んでる間ってさ、喋んないわけよ。仕事をしてないから。で、だから、忘れるの。たった3日とか4日でも忘れるんだよ。で、しかも仕事さっき言ったようにスイッチがうまく切り替わんないから、自分もね、その休み明けの2日前ぐらいから超練習するわけ。ピンポーン。あ、こんにちは。ハイチと言います。今、この辺りですね、チラシを配って回ってますので、こちら受け取りよろしくお願いします。あ、ありがとうございます。みたいな感じで、実際に目の前にお客さんはいないんですけど、いると思って本気でやるの。これをピンポーン。あ、どうも、ハイチです。あ、受け取りお願いします。その実際にお客さんを前にした時に喋らないテンションで練習したって意味がないわけよ、そんな。だからいると思って本気でやる。これはもう勉強も一緒なわけ。それをダラダラやったところでダラダラやる勉強してたらゴールデンウィーク明けてもダラダラするんだって。
だったらその時間とかいっぱいできなくてもちょっと例えば10分20分だとしてもそれを本気でガチで集中してやるっていうことをやった方がゴールデンウィーク明けた後にいい勉強のねリズムが生まれてきますので、ぜひねゴールデンウィーク明けのテストでいい成績ね取るためにもこの3日間勉強だけしろって言ってるわけじゃなくてね、もちろんメリハリで遊びもいいしいいんだけど、勉強する時間、いい勉強する時間っていうのをしっかり設けてスタートダッシュね決めていってください。